一昨とから、住宅街の近くで熊の出没が相次いでいる。札幌市南区で今日もまた熊が目撃されました。新たに熊が目撃されたのは、札幌市南区真駒内柏岡の国道で昨日午後9時過ぎ走っていた車の中から熊が10メートル並走して山の方に行ったと警察に通報がありました。 目撃されたのは体長1.5メートルほどの熊一頭で国道脇の山の中に姿を消したということですその後付近では今日の午前3時半ごろにも国道を横断する熊一頭が目撃されました熊はこちらの歩道で目撃された後100メートル離れた場所でも目撃されたとのことです怖いです本当にあの家入る時ちょっと気をつけるように あなたの家の前だよなんて言われてあれーとな感じ今朝近くの小学校では登校する子どもたちに親が付き添う姿が見られましたちょっと子どもなかなか一人できないなっていうふうに思ってます怖い後ろ歩きでゆっくり逃げるさらに今日午前10時頃には南区北の沢の1868番地付近でも 車で通りがかった男性が道路脇の草むらに熊一頭がいるのを目撃しています。付近では一昨日の夕方、南区萌岩下の萌岩山の斜面に熊一頭が出没昨日の朝にはおよそ1キロ離れたマコマ内公園内の酒科学館や屋外競技場付近で合わせて5件の目撃情報があり、今日のものも含め。 川に沿って移動した可能性もあります今の時期は若いオスのクマが親離れする時期で自分の生息地を求めて移動しているとの見方もあります昨日からは真駒内公園や隣接するモナミ公園も閉鎖されていて住宅街近くでの相次ぐクマの目撃に札幌市は警戒を強めています 連日出没していますので思わぬ事故が起きないためにも興味本位で出没した現場に行くのは決してしないでください。